雲の中では何が起こっているのか、雲を掴もうとしている話がですね、今アマゾンでもう在庫切れになってしまいました。入荷までしばらくお待ちくださいっていう表示になって昨日からですね。なのでまだ買ってない人はぜひ書店でお願いしますということで、あともう一つだけね、手に入れる方法があるんですけど、実はですね、この本体価格1700円なんですよ。なんですけど、e-learning で動画が10本ぐらいついてですね、この本とセットで2000いくらだったかな、2500円、なんかそれぐらいの値段で、基盤インターナショナルからですね、e-learning 動画が販売されてます。それはね、僕もどんなもんかなと思って買ってみたんですけど、すげえ面白かったです。全然僕も全然知らなかったような裏話とかですね、動画で届けて、10本、各章ごとに裏話が1個ずつあるんですよ。でこれ6章構成なんで、まず6章ごとに1本ずつありますね。それであとはそのいろんな立場の人向けに、研究してる人もいるでしょうし、防災担当者、自治体とかの、あとは単純に趣味で空の写真撮るのが好きですっていうような人にはどういうふうに読んでほしい、どっからどういうふうに読んでほしいとかですね。あと、本書の中身も文字で読むのと、アラケンの直の声で話を聞くのとですね、両方あっていいなと思いましたね。でそれが合わせて10分ぐらいの動画になってて、でそれとそれを買うと、動画が見れるんですけど、それと後日この本が送られてくるっていうですね、なんかそんな感じになってました。そういうのもいいかなと僕は思いました。僕は2500円以上の価値があるかなと思いましたね。別にね、アラケンに頼んで動画ちょうだいって言えばくれたかもしれないですけど、僕はね、払う価値があるかどうかっていうのを自分で確かめてみたかったんで、もしね、それ見て損したなと思ったら、そういうふうにアラケンにもあえて言った方がいいかなと思ったりしたんで、あえて自分で買ったんですよ。結構良かったです。もちろんね、この本ができるいきさつみたいなのは僕も喋ってきましたけど、アラケン自身の、自らの振り返りっていうところもあったし、この中に出てくるキャラクターがどういうふうないきさつで生まれたかとかですね、ああいうのもね、知っておくと僕はいいかなと思いましたね。この本の見方が変わると思ったんで。それで、あとですね、今続々とレビューがアマゾンの方にも14件だったかな、今。4月2日までに、いろんな感想とか送ってくださった方は、この第2版増刷されましたけど、第2版にスペシャルサンクスリストに載りますよというのをね、先日からご案内してますけど、14件ってね、発売1週間で14件のレビューが入ってるってすごいことですよね。いや、すごいすごいばっかり言ってますけど。でね、ぜひね、レビューの中身を見てほしいんですよ。その14件あるという数字もすごいですけど、やっぱりみんなね、初めて書いた人ばっかりなんですね。ということは、それだけなんだ、今まで書いたことがないのに、書き慣れた人が書いたんじゃなくて、書いたことがないのに、この本には動かされたってことなんですよ。でそういう衝撃を受けたから初めて書いたんだろうけど、やっぱりそういう熱が感じられると思います、そのレビューに。だからレビューもすごくいいレビューですね。率直な感じがして、星必ずしも5つばっかりじゃないですけど、すごく、なんていうんですかね、本当ね、本ってレビューと合わせて1冊って思うんですよ、僕ね。この本の中身だけじゃなくて、レビューに書いてあることも本当に勉強になります、僕は。ぜひね、見てもらいたいなと思います。そしてね、もし、自分もっと思ったら、
あの率直な言葉でぜひつけてあげてください。それでは今日はこの辺で。